なぜヨがこのようなことを。手を休めるな。働かざる者食うべからずだ。よく見ておけ、スプーンとはこう使う。バカな、二刀流だと。疲れた、夜は弱みがしたい。外に出るまで我慢しろ。私も我慢している。必要なものはスプーン、接着剤、それからロックハンマーだ。いや、脱獄作業は楽しいものだね。男のロマン？反逆者にとってのロマンなのだよ、フラン。よし、トンネルにはディック、ハリー、トムと名付けるとするか。何人かが脱獄できないフラグではないだろうか。我々じゃないから問題ないさ。そういうこと言うからパパはダメなんだと思うよ。脱獄仕事なら任せたまえ。いや、一度も捕まったことはないんだがね。そういえばそうだったな。プロフェッサー、貴様もしかするとただの素人ではないか。穴掘り穴掘り。よよよ、まさか私が旅衆となってしまうなんて。その点私は捕まったりするのは慣れているので大丈夫。一人だったらちょっと泣いちゃうかもだけど。掘り続けてもなんですから、適度に休みましょうね。悟空、ナンパとかしちゃダメでしょ。男の解消？こら！掘りますよ。なんとしても脱出しましょうね。牢屋に囚われたって大丈夫。毎回悟空が助けてくれたもの。あ、でも、ここ悟空いない。穴掘りって結構それはそれで楽しいかもしれないわね。我が直流にかかれば穴掘りなど簡単簡単。交流ドリルこそ最強に決まっているだろう。どこまでも掘り進められる。ずっと掘り続けるのも疲れちゃうし、休み休み行きましょうね。おお、こんなところにクッションがあるぞ。あら、ほんと？白くてふわふわで最高ね。私だ、私、クッションじゃない。これはいかんぞ、牢獄に囚われるなどと。せっかくレースで彼女にストレス解消。なかなかできない体験よね、これ。ん？もう朝か。今日の朝にはなんじゃろな。焼き鮭に豆腐のお味噌汁だそうです。健康的な監獄じゃな。掘っても掘っても進んどるのかわからんの。これ本当に出口に向かっておるのか。ご安心ください、私のアルトリウムレーダーがこちらを指し示していますので。うーむ、不安。まさにプリズンインノッブ。旅衆の恥ずかしめを受けるノッブの未来やいかに。ところで、なんで畳を重ねてるんです。時代劇で見たんだよね、これ。いいペースです。このまま掘り進めますよ。落盤対策だけはしっかりと。さすがに少し気がめいってきました。つまり何が言いたいかわかりますね。ええ、それでは気晴らしに物語の一つでも語らせていただきましょう。
もくもくもく。単純作業にのめり込んでしまうタイプの方なのでしょうか。